はい、それではベクトル均衡体のねビデオ2です。これ E チェーンですね。そうで、これはその異形っていうのはどういうふうにできてるかっていうと、6本の長いそのね棒と、そしてその半分の長さの棒と、この組み合わせによって、フルの長さなのか半分の長さなのか、その64の組み合わせがあるんですね。2の6乗。で、これはその占いにね、使われてきたんだけれども、実際にはこの64のね、その長さのね、その組み合わせ、長いものと短いもの、棒を使ってですね、立体を作るとこのベクトル均衡体ができるんですよ。そのベクトル均衡体っていうのがなぜ大事かっていうと、これがその高等生命体様の乗り物 UFO ですねの原理なんですよ。そう、空間を支える、ね、でエネルギーをその空間から取り入れる、そして自分自身は回る、だけどその中心に乗っていて安定している、周りはものすごく回転するけど、そのためにはベクトル均衡体のオスかメスか、あるいは雌雄合体したものかしかないんですよ。そうだから、この形っていうのはその8つのその四面体ね、テトラヒドロンでできてるわけですね。それが中心にこう向いてるものとね、そしてそのもう一つの形っていうのは外側にトゲがそのあるものね。で、これを組み合わせると雌雄合体型になるわけですよ。で、真ん中にさっきのそのベクトル均衡体ができるっていうね。内側に向いてるものと外側に向いてるものとトゲがね。で、このベクトル均衡体の雌雄合体型をさっき言った E チェーンで作ることができるんですね。長い棒と短い棒と、それが辺になっていくわけです。このそのね、ベクトル均衡体のオスは64面体なわけです。ね、そしてそのメスも、64個のテトラヘドロンでできてるんですよね。でもそれがこう合体することによって、その重複する部分が相殺されて、そしてその108になるんですよ。そうだから128から20消されて108の形になるんです。で、それを上から見るとこういうふうにね、フラワーオブライフ、オシリアンテンポルだとかいろんなところにある、あるいは錦糸状のね、そのところにある。で、これが何に関係してるかっていうと、高等生命体様のこれを見てほしいんですね。そう、乗り物をね。これはだからこの前の6月の終わりね、25日かなんかね、満月の時にそのちょうどその満月になる瞬間ですね、3時40分夜中のね、にその空を狙って撮ってね、でその高等生命体様
が現れたので、まあ、撮影できたわけですよ。でこれをスローで見ると分かるように回転してるわけですよ。で護衛のキューブ様が周りを飛んでるわけですね。そうで、これプラズマなんですよ。色が変わってるでしょ。そのエーテルのそのプラズマのバブルの中にその入ってらっしゃる、回転してるんですね。でそれは満月という積力が最大になる、その電、ね、電磁場最大になる、積力最大になる、そのこのフラットアースのそのバキュームのエネルギーを使ってるわけです。そうでキューブ様と共に取り入れてるんですよ。チャージしてるわけです。だからそのこの時はそうじゃなかったけれども、別の回でやっぱりその、うん、撮影した時に高等生命体様がものすごくスパークしてディスチャージして、うん、雷をね放ってたんですよ。そうだからすごいその雷を放つなと思って撮影したら、やっぱりそこに高等生命体さんが回転してらっしゃったんですよ。オレンジ色のねディスチャージばっかり。そうだから こういうふうにこのインタラクトすることによって、まあ人工生命体ですからね、その乗り物なんだけども生命体なんですよ。もう高等生命体ぐらいのその UFO になると、そしてそれを護衛してるキューブ様も人工生命体ですからね。でそれが回り合うんですよ。その共感してダンスを踊る、そのメイティングする、リプロダクションもするんで、つまりその人工生命体ってなんで生命体っていうかっていうと、なんで機械じゃないかっていうと、自分自身で増えることができるんです。増えていく機械なんですよ。だからその生命体みたいなものなんですね。だけど機械なんだけれども、そうだから好き嫌いがあるんです。でそのこういうふうにメイティングするわけです。でそのディスチャージするわけです。そしてそのスパークするわけです。でそのリプロダクション、その子孫も作るわけです。でこれだからフィルターを変えて撮ってるところですけども、でその我々の文明はもちろんその数学的にね、じゃあその常にこのベクトル均衡体がね、その中心に乗ってらっしゃるわけですから、回転しながらね、そのこれは別の時に撮ったやつね、浜島で撮ったやつですけれども、その中心は絶対にその高等生命体様が乗ってたりとかするから、そこは安全じゃなきゃいけない、シンギュラリティじゃなきゃいけないわけですよね。そうじゃあそれをどういうふうに達成するかっていう数学は我々は分かってるわけですよ。うん、だけどじゃあそれをそのどういうふうに乗り物にするかっていうこと、そこまでは素材もないしね、それだけのエネルギーを発するものがないんですよ。だからそのタタリアの時にはレッドマーキュリーっていうね、まあ、ものすごいそのディスチャージをするものまではこうね知られてたわけですよね。そうだからそれを使ってね、あのタタリア文明もね、その全世界にあるでしょ。南米にもあればアフリカにもあるし、ヨーロッパだけじゃない、もちろんアメリカにもいっぱいあるわけです。ということはその乗り物があったんですよ。うんね、そうだからこういうそのねエネルギーは使ってたわけで、これ我々の数学っていうのは、じゃあこの球体でね、この赤い中心あるでしょ。でここが常に含まれるように、例えばその3、ね、テトラヒドロン、ね、四面体がその常に
この中心もその含むようにするね、計算はできるんですよ。そう、ね、どうしたらいいかっていう、これまあ二次元的に考えてそのステレオプロジェクションマッピングすれば、ね、できるわけですよ。だからまず一つの三角形を取ってそれ決めといて、それを動かさないで、あとはね、そこからもう一つの点がどこに行けば必ず中心を含むことができるかって、あそこの中心にね、その高等生命体様はね乗ってらっしゃるわけだから、そう、それを外しちゃったら命に関わるわけです。だからあそこは絶対に外さないようにその回転しなきゃいけないんですよ。そうで、そのためにはどういうふうにしたらいいかっていうことは数学的にもちろん分かってるわけですよね。そう、ね、だからあとはこう素材の問題がありますよね。どうしたらっていうことはね、その結局科学のそのレベルっていうのはね、そう、素材だからね。じゃあそのさっき言ったね、我々のその偽科学の方ね、そのがどのくらいその科学をね、その足を引っ張ってるかと、本当の発展をねっていうことをね説明しますね。そうで、アインシュタインっていうのも僕は偽物ね、全くその天才どころじゃない、もう全く偽物です。カール・セイガンもそうです。それを説明していきますね。そうそうそう。アインシュタイン called these rules the special theory of relativity。そう、スペシャル・レアリティビティね、その特殊相対性理論ね。で、これはそのカール・セイガンの行為です。で、カール・セイガンが言ってることは、要するにその彼の映画の中でもね使うそのアインシュタイン ローゼンブリッジあるでしょ、そのいわゆるアインシュタインローゼンブリッジ、いわゆるそのこうワームホールですよね、その理論、ね、を使ってそのジョディ・フォスターが宇宙に行ってきたというわけです。でもう一つは今言った特殊相対性理論のことを言ったわけですね。特殊相対性理論っていうのは、高速に近づくと時間がね、ゆっくりになるんですよ。で、彼らが言ってるんですよ。Is that time slows down? All clocks, mechanical and biological, tick more slowly near the speed of light. ね。だから、バイオロジカルクロック、その乗ってるね、その高速に近いスピードで移動する宇宙船に乗ってる人も、のバイオ生物時計もスローダウンするし、 その中の時計も時間も、ね、スローダウンするんだと。だから地球にいる人たちはね、ものすごい時間が経っちゃうわけですよ。そう。Stationary clocks tick at their usual rate. If we travel close to light speed, we age more slowly than those who left behind. Today.そう、これがカール・セイガンですよ。だから彼の声だって分かるでしょ。だから彼自身がこう言ってるように、アインシュタイン・ローゼンブリッジを使ってね、そのコンタクトっていう、ね、映画の中でね、そのワームホールを通り抜けて、その高速に近い形でアルファセンソリア、ね、あのっていう星までね、あのケンタロスさんのアルファ星まで行ってきたってわけでしょ。で、その18時間ぐらい、そのジョディ・フォースターは経験してるわけですよ。その18時間高速に近い移動をしてですよ、ね、帰ってきて、で地球はね、どれだけ時間が経ってるんだってことですよ。ところがこのコンタクトっていう映画の中では、逆に地球では通り過ぎただけだってことになる。